藤サイドが空いて山中スプリントしてます。引きつける、中を確認して柔らかいボールでフリーで加藤、勝ち越しセレッソ。こちらもサイドバックの起点から決定的なラストパス。ワンチャンスものにしましたね。山中のスプリント、丁寧なラストパス、決めたのが加藤夢月。いや素晴らしいカウンターでしたね。